皆さんこんにちはサムライアンパイアの平林ですこの度皆さんが楽しく審判に取り組めるよう DVD を作ってみました次にストライクゾーンについてご説明しますストライクゾーンですがルールブックで定められているのをまず説明しますこのようにバッターが構えた時ではありませんバッターがまさにボールを打とうとした姿勢 この状態を基準に決めますまず工程についてですが肩の上部ここですね肩の上部とベルト腰の中間地点そしてバッターの膝頭膝のお皿ですねお皿の下の辺り先ほど投球判定の 際に球芯はスロットバッターとキャッチャーの間ですねに頭を持っていくようにお伝えしました。今スロットバッターとキャッチャーの間にはこれだけの幅がありますがいつもこの幅があるとは限りません。バッター、えーインえー、ホームプレートの方にキャッチャーインコースに構えてください。はいありがとうございます。今このバッターとキャッチャー 審判の仕事で重要な仕事の一つにフファール・フェアの判定があります例えばバッターがバントして打球がボールがこのように、えー、ラ,インのライン付近に止まりましたまずこれはフェアでしょうかファールでしょうかこの場合は、えー、実は、えー、ボールの接してるグラウンドに接してるところは、えー、フ,ァールファールなんですけども えー、このように上から見るとラインの一番右端とボールの球審と塁審でフェア、ファールの判定をしなきゃいけない場面がたくさんありますそれも審判の仕仕事事として非常に重要な仕事です。 その時に知っておかなければいけないのはルールフェアかファールかっていうルールを知っていなきゃいけないのと同時に誰がそのフェアかファールの判定をするかという責任の分担をしっかりと理解する必要があるんですね。ピッチャーがボールを持ってピッチャースプレートに立ったらこのようにハンズオンにセットの姿勢を取るんですね。でもし一類種が 全身守備をするなどあのい,いつもいる位置っていうのは変わるんですね全身守備をあの取りましたその場合は一塁手に合わせてあの前に行くんですけれどもえもしこれで 34m 後ろに行ったとしたらかなりベースに近いところに近すぎるんですねでそうするとフェアファールの判定とかが非常に難しくなりますなのでもし一塁手が全身守備なので前にいる場合は ベースを基準にベースよりも5メートル、6メートル後ろそのぐらいのところで位置を取ってください。それから一塁手がもしすごく深く守った場合後ろに守った場合例えば左バッターですごく引っ張る強打者が守備バッターに立ったときに深く守りますこの場合も通常でしたら3、4メートル後ろになるんですけどもこのぐらい後ろにいてしまうと えー、一塁のホースプレーを見たりとかあるいは、えー、バッターランナーの走塁に合わせて二塁に行ったりするのに非常に支障があるんですね遠すぎてそれなのでこの場合は、えー、通常よりも一塁手との距離を縮めて守ってくださいなのでまあ大体この非常に重要な、えー、仕事の一つである、えー、一塁での、えー、ホースプレー の見方、ホースプレーでのアウトセーフの、えー、見る方法をこれから、えー、説明していきます。えー、この一塁で内野ゴロが打たれた時きに一塁で、えー、ホースプレーが起こるんですけれども、この時の一塁の判定をするために、えー、の考え方をこれから説明します。とまず打球が二塁ベースよりも一塁三塁ベースより 要はサードゴロとかショートゴロの場合に、えー、のことをこれから、えー、先に言っていきま,すまず、例えばサードゴロが打たれましたで、えー、三塁手が取って三塁ベース上から例えば送球された場合当然、一塁手はできるだけ早くボールを取ろう,取ろうとするんでその送球が来る方向に伸びるんですね。 でえー、とアウトセーフを判定するときに我々が見なければいけないのは、えー、まず補給をしたタイミングです、いつ取ったか、野手がいつ取ったか、それから走者がいつベースを踏んだかというその2つをまず見なければいけないです。それでは始めましょう、はい